久保さんすごい時代になりましたよね。ちょっとあの銀座のあの銀行コートはちょっとね、アニメ化っていう、なんか、あれ何なんですかね、あの、店員いなかったのかな、なんか、ん、なんか、あの、ちょっと見方を変えれば、銀行コートじゃなくて、なんか撮影してんのかな、みたいなぐらいの、なんか真っ昼間じゃないですか、完全なる。あれちょっと、すごいカルチャーショックでしたけどね、しかも、まあ未成年ですよね。 だ、うん、からその、うん、まあ僕は詳しいことは分からないですけども、うんうん、やっぱリスクっすよねそれを、うん、若い状態でそれをやった後じゃあね、まあ、いつ人間死ぬか分かんないですけど100年もし生きるとするならば80年間それを背負わないといけないわけじゃないですかまあこれはまあちょっと語弊があるかもしれないですけど8090でね 前なんかそのコンビニでなんか強盗した人がなんかその無所から出てきてまた無所に戻りたくてやったみたいな感じでなんかまあそういう人もいてねで20代の子とその8090の人ってまた全然ちょっと違うと思うんですよまあやることは良くない良くないことですけどねなんかその未来のことを考えるとうーんなんかなぜそうなったのかなっていうね うん、よく考えればまあ、うん、今後きつくなるじゃないですか全てにおいてうんだからまあ若いうちにどんな人に会うのかどんな情報に触れるのかってやっぱ結構大事かもしれないですね、うん、いってらっしゃい